まあせっかくね、まあこれ小金駅到着っちゃ到着なんですけど、まあせっかくなんでこのままね、駅の東側をね、メインの方も見ていこうと思いますけどね。回転は百貨店内は、送迎用駐車スペースはこんなのがちゃんと用意してあるんですね。四日市もね、一応あるんですよ。4台ぐらい作ったんですけど、あの駅がすっげえ離れた、あの私がいつもね、あの四日市駅でこう取り始めるところですね、アスナロー鉄道のそこからね、あの横断歩道をわざと先のところに作ったんでね、誰もあんなとこまで行かないっていうね、問題を抱えてます。あれはね、ちょっと再開発した時にもう一回考え直さなきゃよっていうね、まあまあ税金かけてやったみたいですけどね。まあ、でもこっちはすごいですね。すごく止めるスペースがいっぱいありますね。あっち、四日市駅は 4台とかですから、それと比べたら全然。ここから改札があって。あ、これ、日本の鉄路もここで買えるんや。近鉄の。で、JR はこっちであるんやね。あ、でこっちが近鉄の特急も買えるんですね。まあそりゃそうやな。真ん中でなっとったでしょうね。よし。さあ、うん、こっちが近鉄。名古屋方面で。陽動鉄道と近鉄、ここにファミマも入っとるしね、イオンの ATM も入っとる。元も子もない。私が言ったんじゃないですかね。私もすっと思ってましたけど、まあまあそもそもライターさんとか全然知りませんからね、パッティングコートなんか。近鉄から JR に乗り換えるときはここを使うみたいですね。使ったことないですけどね。使ってる人を見たこともないですけど。一応そういう乗り換え用のやつらしいですね、あれ。まあ場合によってはいるんでしょうかね。 JR で桑名まで来て、桑名から近鉄に乗るというね、まあ増田駅の近くの人がね。反対側に来ると、まあこっちにあると JR の管轄と、これ通るのかな。ここ通れるんですね。どこでしたっけ、河内長野じゃなかった、京葉駅のところは柏原駅ではあれでしたよね。あの JR の改札になっとって通ったらエラーが出ましたよね。だけどこっちは大丈夫みたいですね。でこっちになるとちょっと緑の、あ、こっちには緑の丸口があって、そう近鉄とここだから、やっぱりこっちの方がメインになるしね。でちなみにあっちは近鉄がやってるね、ファンマガでしたけど、こっちはね JR 東海のベルマートになるんですね。まあそのままですね、キヨスって、ね、書いてありますからね。まあ、こっちから来たらいろんな案内物も、これ液晶画面があったり、これ立場になっとるんや。へぇー、行くとビアって意味へわーっとやってますよね。ここはもう昔ながらところですけど、わなんかすっげえ混んどる。あ、そっか、心理学か。心理学すごいな。四日市にもありますね、心理学ですけど、餃子の専門店。ほんと餃子メニューは餃子とビールと牛乳しかないっていうね、ご飯もないっていうね。大好き。ここは随宝食でちゃや、随宝なんや。へぇー、随宝ですね。へぇー、しぐれ屋さん。あ、ごめんよ。ここはお好み焼き屋さんで、あ、今日はどぶどぶがしまとる。そう、ここはね、これね、結構いろいろやつですね。ちょっと全然バーが残ったんですよね。ちょっと全然バー作ってみたかったんですけどね、残念ですね。年末ないですよ。これも休むのかな。でもな、うん、どういうつながりがあってこうなったんでしょうね。昭和の喫茶店とかあるの。へぇー、とかあるんですね。で抜けてくるとそのままこうつながってね、あ、こっちに渡ってきちゃった、うん、こっちは比較的ある、また新しい3、なんか店の感じもちょっとおしゃれな風が増してきますよね、こっちに来ると。中から行けたんでしたっけね。まあ、この中に、商工会所とか、ハローワーク入ってるんでね、ご利用の方も多いんじゃないですかね。サテライトオフィスだったりとか、比較的、行政関連のも入ってるところですよね。では、秋蔵馬。なんか、絵も言われるキャラクターがありますけど、なんだ。レンタルルームある。なんかいかにも我々のような
ったくのも狙ってるよ。へえ。へえ。どんなやつ？あ、こんにちは。こんなところあったですね。あ、フラッと歩いとったらこんなあたりなんやろなっていう。七番勝負っていうのをやってまして、はい。はい。はい。あの囲碁将棋、はい、チェス、この七種類の競技を、はい、あの、まあ、今こっちでやってるんですけど。あ、はいはい。あ、オセロとかやってますね。あ、ね、あ、向こう囲碁、はい、あ、オセロもやってるな。へえ。まあ、その、まあ、キャラクターの一つですね。あ、そうなんですね。はい、この施設のオリジナルの。うちの、はい。すごいですね。結構力入って。いろいろ。ありがとうございます。あ、こっちはちょっと若い人もね。すごいですね。結構ガチンコの味だったんですね。ちなみにこれ夢浜ちゃんですね。いつじゃクマだね。意外と萌えキャラ豊富なんですよね。そうそう、元々豊富ね。夢浜ちゃんもね、まあ一応なんですよ、可愛いじゃないですか。ね、隣の市のね、どっかのをね。ね、比べたら、いやいやいや、そんなこと言ってはいけません。四日市市民たるものね。ね、もちろん小乳道君が一番ですよ。小乳道君が一番ですけどね。小花のどっかの隣の市の話ですからね。まあ、あのキャラと比べたら全然可愛いじゃないですか。子供が泣くようなこともないでしょう、夢浜ちゃんを見て。四日市のね、マスコットキャラクターは子供が見たら泣きますからね。いや、マスコットキャラクターっていうか、大乳道ね。大乳道は。ちっちゃい子供が見たら泣くっていうのが四日市のね、市民のね、通り道と言われてますけど、そうなんですね、こういう7番、いろんなボードゲームもできるっていうのがあれなんですね。で、将棋囲碁がちょっとね、手前でやっとったんで、それで、オリジナルギャラ、ね、キャラクターのね、まあ、言ったら何でしょう、吉島ね、説出たから言っちゃいましたよね、いかにもオタク向けな感じのね、まあ、我々オタクどもがホイホイしそうな、デザインだったんですけど、意外と普通におじいちゃんばあちゃんと戦ってるんで、そういう店のはね、続きますよね、こういう地方では。そうそうそう、一回行ったことありましたっけ、メイド喫茶サロンっていうのがあって、地方でメイド喫茶をやるんだったら単価を1000円以内に抑えて、ちゃんと一般のおじいちゃんばあちゃんとかも来れるようなメイド喫茶にしないといけないよっていう、話をして、そういうメイド喫茶やったら作りたいなっていう話をしたことがある、ありましたっけね。そうそうそう、まあ、それでいくとこういう感じですよね。その萌えキャラとかでわーって言ってますけど、ちゃんと、ね、地元の普通のおじいちゃんおばあちゃんとかも、使うことができる。そういうところは、じいちゃんおばあちゃんを押さえておくと、これ平日もね、使ってくれますからね。カラオケ屋さんなんかでもそうなんですよ。やっぱしね、地元のおじいちゃんおばあちゃんを押さえとるカラオケ屋さんっていうのは結局売り上げ強いんですよ。意外とカラオケ屋でね、店長やっとったんですけど、何を言うて、カラオケ屋週末のね、週末や繁忙期の夜ね、お酒を飲むお客さんでがっぽり稼いでなんぼやっていうね、まあ、実際ね、売上高で見たらそれも大きいんですけど、リピートのお客さんのあれで見てみたら、売上で見てみたら、4年ぐらい累計を取ってみたらですね、実は昼に毎日来とるじっちゃんばあちゃん、500円、毎日ね、500円ずつ払っとるじっちゃんばあちゃんって、実は年間で言うと、売上貢献度すっげえ高いっていうね、そのじいちゃんがね、たまにね、月1でもね、料理とかね、ちょっとね、頼んでくれたらね、全然それでね、本当にね。取れるんですよ、実は売り上げ、意外とこれカラオケ屋で店長やってるときに、意外とんなって言われましたけどね。そうそうそう、意外とそういうところ大事にすると大きいんですよっていうね。向こうにまだかな、まあ、あとはね、クワナはね、クワナイナちゃんっていうね、アカウントとか貼っときましょうかね。こんなね、非公認式のね、マスコットキャラクターもね、なんか可愛いのいるんですよね。で、まだね、ここはね、クワナ氏はね、かの有名な声優さんのね、小松美香子さんね、まあ、実は小花出身ということなんでね、断るごとにですね、隙はあればね、観光大使とかやってるんですよ、小花市のね。そう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 、ですからね、そうそう、意外とね、そういうね、儲けあるとかはね、安易に使っていきますね。まあまあ、いい意味でですよ、まあ、その中の一つってことでしょうね。いや、なかなかインパクトありましたね。まあ、これも再発開発とかするならね、またこっちの方も綺麗になりましたからね。まあ、奥にパチンコ屋さんもね、でっかいのできましたし、ホームだから。で、こっから中国国際空港に行くリムジンバスって言ったらいいのかな、出てるんですね。これは松阪競輪の川越場外場、これは何ですか、東海郵政。どこに行くんやこれ、東海郵政。
もう一つ言うと、ゼロって何？バスストップゼロって何？なかなか突っ込みどころ多いですね。これはあれか、何番乗り場みたいなやつをこれでやってるんですね。ここは降車専用ね、ちょっとだけ屋根が切れるんですね。こういうところに雨がポツンと降ってくれますんでね、注意と。で、まあ、そんなことは何の動画の紹介でも関係ないです。降車専用があって、あ、バスの切符売り場もこれね、クワナはあるんですね。で、意外とバスのターミナル広いんですよね。こっち側2、3、4とあって、小道バスとかも来とって、長島温泉行くのとかもねあるんですけど、一応水俣の里はね、あれですね、あ、ここにも書いてあるね、そうそうそう、あの急行が停車するときはね、普段はね、ここから小花の駅前から水俣の里にビューって直行バス出てるんですけど、それが走らなくなるっていうね、そうそうそう、まあまあまあ場内放送でもよくかかってますよね。それは私も知ってるわけですけど、でこっちも全部バスターミナルあるし、意外と人意外と多いんですよね。揚げ木の方とか行くやつもあるのかな。まあ多分揚げ木に行くんだったら多分こっちの方がいいんでしょうけどね。ということでね、この先に、ね、出てきました昔ながらのロッテリアがあると、さあやってきました。先にね、これで西小穴駅も行きましたよと。まあ、これで小穴駅の辺りも行きますよってことで、とりあえずね、駅間散歩シリーズはここで切らせていただきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。